V ロード第6節2戦目福岡スタ。さあそして打席にはロペスが入っています。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って、初球打ち、これはセカンドライナー。さあそしてバッターボックスにはロペスが入ります。さあ追加点の欲しい場面、ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを打った、ヒットになった、バックホームする、チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。さあそして打席には丸が入っています。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。バッターは5番マレーロ。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球、今日は見事な完封で白星を挙げました。